萩市と協定を結んだのは、青山学院大学陸上部と原進監督が代表を務めるアスリートキャリアセンター、それに地元の絆スポーツクラブ萩です。市では、高齢化や人材不足により指導者の育成が課題となっていますが、協定により正しく安全に選手を育てる指導者育成のサポートを受けられます。

全国で初めてということです。